久保さん今回「覚める」にしましょうか「夢や酔いから目が覚める」「迷いが晴れる」などの意味を持つ漢字「覚めると」さはい「覚醒」みたいな、ね、うんまあ多分ねみんな妄想に生きてるんじゃないかなと思いますね何かっていうとみんなああしたいこうしたいって思うんだけどもそれを現実化してないんですよ そう夢を夢見て終わるみたいな妄想して終わるんですよね。だから、いや、夢はあるけど現実こうだよねっていうところに冷めないと、現実やらないと何も変わらないよ。今日何やったっていうところが全てじゃないですか。今日何もやってないのに明日いきなりできます今日何もやってないのにいきなり明日からできますかできないじゃないですか。 だ結局何かを成し遂げたい何かをやりたいんだったら今日何やったかなしかないのです、ね。でそ、その現実を直視してないと僕は思うんですね。今日何やりましたかと。今日やったことが結局積み上がってるだけですよと。ね。だからそ,それに目覚めた方がいいんじゃないですかね。ああなりたいな、こうなりたいなああいい。いいんですよ。じゃあ今日何やったっていう。ああ、あんなもの欲しいな。じゃあその欲しいものを手に入れるために今日何やった。それしかない。 それしかない <laughs>。まあ、ワープできるんだったらね、なんか、昔、その仮面ライダー、変身ベルト、人間持ってないよ、みたいなね、よく話してたんですけど、いや、仮面ライダーですかなんか、変身ベルト、変身ってしたら、ウルトラマンですかウルトラマンみたいな。一気に強くなれないですか、人間って。メンタルも精神力もスキルも全部、いきなりは、3秒後にいきなり強くなりました、とかね。無理ですよ。いきなり3秒後にオリンピック選手、無理ですよ。 無理。<laughs> 全部はつ今日の積み上げでしかないのでただその今日の積み上げに関しては人それぞれあの能力の差があるのでどれぐらい積み上げればどうなるのかは人それぞれ違うんだけども不遍なものがあるとするならば必ず何か積み上げないと今日何かをやらなければ何も始まらないし何も身につかないってことですねだからほとんどの人が今日何もやってないっていことですねうん明日でいっかバカ野郎ですねいってらっしゃい